も劇団赤鬼の橋爪ゆりです。ピッピとボリューム11まだもうとっても温かくて優しいお話になっています。もうぜひぜひ劇場まで見に来てくれたら嬉しいです。皆様のお心に残る作品にしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも、すみません。まだ大変面白い仕上がりになっております。ぜひ女性の方に見に来てほしいですね。妊婦さんも、妊婦になる予定の方も、もう妊婦になってお母さんになっている方も、感動する仕上がりになっていると思います。ぜひ見に来てください。待ってます。またまで10日です。現在私少し若し腰を痛めております。これもですね、いい芝居を作りたいと思う、まあ、たまものでございますので、本番ではね、さらにこれをヒールアップして皆様の度肝を抜くお芝居したいと思いますので、ぜひご了承ください。どうも、吉田聖光でございます。まもなく本番が始まりません。あと10日で、本番が始まるところとなっております。すごくあったかいハートフルなお話です。もう何度も何度も、見に来ていただければなと思っております。それでは劇場でお待ちしております。まだですか？ぜひぜひ来てくださいね。どうも、テイクイットイージーの清水香織です。皆様、もうすぐですよ。マザーがもうすぐ開演いたしますよ。乙女がキュンキュンする物語です。皆様どうぞ楽しみにお待ちください。それでは劇場でお会いしましょう。はい、どうも山田勝郎です。どうも三谷京子です。いやー、真央ちゃん惜しかったね。惜しかったです。いやー、まあまあ気持ちもすごかったけれども、やっぱり真央ちゃんが頑張って惜しかった。本当に感動しましたな。はい、しました。真央ちゃんの滑りには、はい、いやー、あんなに感動するものがあるのかと、中継を見ながら思いました。でも、もう一つ感動するものがあるということで、ありましたね。はい、マザーということでございまして、フィギュアスケートの次に、もう一つ感動しましょう。マザーでどうぞ、はい、劇場にてお待ちしておりますので。真央ちゃんも出るかも。出ない、出ないごめんなさい。どうも、ミジンコターボのサンです。こんにちは。まもなくマザーが本番始まりますね。たくさんの人に見に来てもらいたいんですけれども、チケットがあともう間もなくなくなるということで、私からもね、見どころを一つ言いたいと思います。フライヤーの方はね、もうご覧になられたでしょうか。あの表の方に永井花風さんの子は将来何者になるかは未知のことに属するという言葉が書かれてあるのですけれども、これを本番を見た後にもう一度その言葉をね、見てちょっと自分なりに皆さん考えていただけたらなと思いますね。本当にね、すごいハートフルな作品になっております。ぜひぜひお待ちしてます。バイバーイ。ハッピーハッピーハッピー。どうも、山浦です。ママにキュンキュンキュンとキュン、テイクイットイージーの前吹です。ね、マザーがもうすぐ始まります。はい、はい、とってもね、あの幸せな夫婦のお話になっております。はい、見どころですか？お願いします。見どころは
やっぱりあの温かい作品だと思います。うん、そうですねこうきっとね、見終わった後に、うん、とってもなんか幸せな気持ちになれるんじゃないかなって私は思うんです。山浦さんどうですか？僕もそう思います、はい、よかった。はい、どんなマザーです。そう、ぜひね、はい、あのもうチケットの残り少ないので、そうです、はい、急いでお買い求めになって、はい、このマザーを楽しみいただければと思います。はい、劇場でお待ちしておりますので、ぜひぜひ足を ぜひぜひ足を運んでください。みんなもう見に来てアラモード。はい、失礼しました。まいんちゃんでした。